着いたよ。着きました。入る？入りましょう。ダメ。いや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 、何しに来たんすか。入りましょう。ちょっと待って、俺財布持ってきてない。あ、はい、入っていくよ。行きましょう。こたつはここまでで。いやいやいや、入れてくださいよ。僕も選びたい。え、今日はだって俺がここ専門買おうから。いやいや、僕もちょっとちょっと入ったらほらめっちゃね、きっとあんのよ。これこたつのほら、お、シャイニングスコーピーあるじゃないですか。これもね、珍しいからね。そうですね、なかなかないですよ。通常品番が星1ぐらいで、この星 2.5 から3ぐらいあるからね。3ね。ちょっと待って、なんか珍しいやつ。やべえ、なんすか。星 3.5 ぐらいあるよ、これ。 3.5？ ビートマグナムの TRF。 お、見たことないこれ。 TRF っていうやつなの、ね、これね、ほら、ビートマグナム最初から肉抜きされてあるの。ほんとだ、すごい、すごいでしょ。うん、 TZ シャーシももう最近見なくなってきたから。これ TZ シャーシって確かあれだもんね、スーパーワンの次だもんね。あ、そんな昔なんですね。そう、スーパー FM の後かな。スーパー F より前か後か、そのぐらい。かなり年代もの。うん、これは熱いよ。これ使うかどうか分かんないけど、これ買っとこう。だってパーツの使用例見てこれ。何これめっちゃ古いでしょ。懐かしいもんいっぱいついてる。でもね、一応再販品なのよ。値段がね、昔600円とかだった気がするんだけど。はい、そうですね。で、昔のやつだと、ここにね、漫画が書いてあるんだけど。うん。これが書いてある。ということで、再販品なんだけど、再販品でももう珍しい。うん、なかなか見ないよ、これ。ね、なかなかね。このもう薄いパッケージをもう見ないでしょ。今もう。そうですね、ちょっと分厚いですもんね。こうなっちゃってるもんね。はい。2、3年前ぐらいまではね、結構あったんだけど、はい、最近もう急にこう、ギューってなくなっちゃったから、うん、もうマジで最近だと見ないです。星3ぐらい。星3。これ5000円外ですよね。いや、ないってね。なんで。もう俺、今これだよ。貴重な5000円が。もう今俺気持ちこれだよ。これ？いや、マシン変わっちゃうよ。あ、まあ、とりあえず。こたつさんは今回欲しいものないの？タイヤ周りをまず変えたいですね。タイヤ周りか。色がね、ちょっとやばいんですよ。メインがこれだもんね。今もうこれ見ればわかるけどさ。色がね、やばいんですよ。青黄色赤黒。統一感が欲しいよね。そうですね。何かいく。タイヤ、ホイールタイヤを変えたいです。ホイールタイヤ。シャーシはこう赤入っちゃっていいね。サイドガードもね、変えたいんですよね。シャーシの色は最悪まあこれでもいいんですけど、まあ、あれば黒とか、うん、なんかそういう系には変えたいですね。一応このスピンコブラのキットの中に、このキットの中にほら、白のスーパー2の真っ白がある。え、何それ、欲しいでしょ。あ、でも後ろだけグレーだ。あー、まあ、中があれなんだ。真っ白がいいよね。真っ白があれば理想っすね。真っ白ないな。あるよ。めっちゃ珍しい。あれスーパー2強化シャーシの白。ああ、ぶつかり、いや見えなかった。ぶつからねえだろそこは。これ何もないように見えた。アクリルボードだった。ぶつからねえよ。ほら、すごいな。あれいいよ。あれゲットっす。あれで真っ白いっちゃう。そうっすね。だったらホイールも白とかがいいな。ここあるよ、ほら、バラ売りもしてある。え、あ、ほんとだ。うわ、え、完璧だ。え、真っ白いっちゃう。真っ白いっちゃうか。いや、もうめっちゃいいな。それいいな。かっこいい。俺のシャーシー VZ だから。 VZ は逆に、ちょっと待って、こたつさん、何ですか。これ伝説のレーザーパーツじゃない、これ。何これ、バラ売りなんかしてたっけ。レーザーパーツバラ売りはやべえな。え、こたつさん、じゃあレーザーいけるじゃん。最新と昔のミニ四駆の融合。融合。あ、でもちょっとやってみたいな。気になる。作るかどうかわかんないけど、買ってみてもいいんじゃない。そうっすね。あ、それも買ってみよう。レーザー買う？レーザー買いっす。え、俺じゃあダブルレーザーしようかな。ダブルレーザー。いや、難しそうだな、ダブルレーザー。いやいやいや、でも誰もやったことないやるゴンは白子さんじゃないですか。いや、誰もやったことないってやる必要がないから誰もやったことがない、到達できなかったみたいな言い方すんじゃねえ。誰もやってないだけなの。今回はでも好きなように作るんですからね。もう一個買っとく。買いましょうよ。
ここね。はい。これがさ、これ自体にさ、価値ありそうじゃん。このブレーキプレート自体。うん、確かに。これ360円で売ってくるの優しいよね。優しい。だって、初心者の人とこう、リア最適だからね、これ。うん、そのまま本当に走れる。すごいキットだからね。ね。置いとこう。え、じゃあもうだいぶ決まってきたじゃん。ホイールも、じゃあ、1個いっちゃう？はい、白お願いします。え、今いくら？今2000円ぐらいかな。多分そんなもんじゃないですかね。優しい。これいいな。ミニ四駆の楽しみが優しいな。だって大人2人に来たらこれ1人2500円で、もう、これだってこれ帰った後も、作る楽しみ。そうそうそう。待ってる。うん。え？優しいぞ。ミニ四駆優しい。ミニ四駆パーツケースセットにしようか。いやいやいや、もうマシーンと関係なくなってるんですよ、それ。それは、それはまた別で。このビスとか入れるとすごい便利。便利。それは便利。何でしょう。あ、え、何これ。カヌー工作セット。え、どういうこと。つけるカヌー工作。水の上。待って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 。何ゴンドラ。何それ。こたつさんちゴンドラつける。ビューっつって。ゴンドラ、やべえ、ロープウェイできる。そんなのあるんだ。え、おもろいな。こういう古いキットとかもあるのいいよね。いいですね。待って、これ何。 MS シャーシリアダブルローラーステイ。ん、見たことね。何これ、すごい。どうやって使うんだろう。もう分からん。分からんっすね、これ。ダブルローラー。いや、もうすでにダブルローラーだから。まあ、確かに。待って、こう、いっぱいなんかある。X の A パーツがある、白の。X ももう絶版だからね。って言ってましたよね。あったりするんじゃない？ほら、X の強化シャーシが売ってる。え、品揃えすごいな。まだね、ギリアの強化シャーシって、もうキットがないんだよね。ないっすね。うん。以上、まず違う。いやいや、プッチョじゃないんですよ。これ作ってる時にいるから。いや、確かにいいんですけど。マジで作ってる時にこれ食べて、多分言うよ、ありがとうございます。いや、言う、間違いなく言うよ。これいいよ、こういうのも行こうよ。あ、こういうのも。じゃあ当たり前よ。ガチじゃない。ガチですか。いや、ガチじゃないです、今回レース。自由に楽しく作るミニ四駆。そうでしょ。レース行くの。レースには行かないです。行かないでしょ。待って、え、またなんか弾丸レーサーある。え、弾丸。しかもエボシャーシ。知ってる弾丸レーサー。知らない。え、でもかっこいいな、これ。ちょっとビークスパイダーを彷彿させるような。あ、色合い的にね。はい。ほら、え、なにこれ。新幹線だ。新幹線。なにこれ。弾丸レーサーでしょ、これ。うわ、めっちゃレアよ、この今。本当にこんな売ってんの見ないっすね。うん、だ、金額設定すると結構悩みますね。そうっすね。なんかいいものがいっぱいありすぎて。だってさ、そう、買ってもいいんだ、許されるんだったらさ、マジ本当普段買わないこういうのとか行きたいもん。このメッキホイール欲しいし。いや、タイヤもなんか独特な色してる。そうなんだ。気づいちゃった。うん、なかなか見ないですこれ。アバンテ、スーパーアバンテ。だから、アバンテじゃないの、スーパーアバンテ RS。 RS みんなね、多分、あ、知ってる知ってるってなる。多分ね、2、3年前からやってる人は結構この辺知ってるんだけど、もう本当に最近始めた人はね、何それっていうのは結構あるかなと思います。うん、こんなんとかね、もうちょうど発売した時期に俺ミニ四駆始めたぐらいなんだけど、一番最初のね、ステーションチャンピオン決定戦に出た時にこのピンク色のシャーシ使っていった。あ、そうなんすね。 FMAR でね、懐かしい。これそんなのが残ってるんだ、すごいな。見て、ほら、ピンクメッキみたいな。あ、かわいいじゃないですか、それでしょ。うん、これでもすぐ剥げるんだ。あ、剥げるんだ。剥げる。小田さんの髪と一緒。いやいや、それはね、なくなるんですよ。剥げるんじゃなくて、なくなるんですよ、急に。珍しいね、いっぱいあるな。で、新しいのね。あ、待って、え、何、スキットローラーあるよ。スピモリでいけるんだ。あ、懐かしい。これいけそう。超速の話ですね。もうスピモリする。スピードと軽量化したらもう最強っす。何これ、何それ、何このウィングターボセットって。
あ、懐かしのウィングが入ってる。なんだよ、ウィングターボって。これ速くなっちゃうんじゃないですか、ターボってことは。待って、これまあでもあれじゃん、ダウンホースね。ハイマウントローラーセットあるって。いや、これもいいよ。でもこれつかないでしょ、俺のこれ。いや、わかんない、それはわかんない。え、つかないよ、だってほら僕のはつくんですかね。ホタツさんのつくんじゃない、つかないかな。いや、な、多分ね、この穴が重要なんじゃないかな、ここ。あー、なんかつけれそうな部分ありますね、このなんかとんがり部分を外せば、うん、とんがりコーン、とんがりコーン外せばいけそう。うわっ、ちょっと待って、俺路線変更しちゃう、早速なっちゃったしなっちゃった。待って、ビートマグラム買ったやん、だってほら。あ、そうですね、いいっすか。いいっすよ、それは。いいっすか、いきますか。お金欲しいない。僕はね、タイヤ欲しいです。タイヤ今なんか変な色なんで。ダメー、タイヤ変えたい、あの色本当にじゃあこれと小田さんのタイヤ、ホイールは買ったでしょ。そうですね、で、強化シャーシー、うん、ちょっと待って、俺買いすぎじゃない、これいくら。まあ、超えてたら小田さん罰ゲームってことで。いやいや、全く意味がわからないです。え、急遽すごい方向に行きましたよ、ね、いくらなんだろうね、わかんない。これこれ780円って書いてる。あ、じゃあまだいけるやん。一人2500円ぐらいでしょ、だって。そうですね、今じゃあちょうどいいぐらい、2100円とかそんなもんじゃないですか。だよね、だったら小田さんこれにシャーシでしょ、あと。シャーシとタイヤ、シャーシが少ない。300円。あ、300円、安っ安っ激安。2個買う？いや、1個でいいっす。あ、あるよタイヤ、スーパーハード。あ、いい、黒はいい。黒？白じゃなくていい？そうだし。いや、タイヤは黒でいきます。黒？真っ白もかっこいいね。いや、真っ白はちょっとね。そっか、俺ビートマグナムにしたんだ。小田さん、あと欲しいものは？足回り今固めただけだよね。そうですね、足回りと色揃えて、なんか昔ながらのローラーとかあればつけたいかな。いや、昔ながらのローラーここにあんのよ。あるんですか。入ってるよ、見て。ほら、スピードローラーついてるから。あ、ローラーだけ奪っちゃおう。こういえばいいじゃん。いいですか、もう一個買えばいいじゃん。お、じゃあ買います。買う、買います。いいね、これいい感じになっちゃう。待って、なに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 、軽量ワンウェイもあるよ。あー、懐かしいな、こういうの。小径っすか、それ。台形。あ、台形はいいわ。小径がいいの。小径がいい。で、小田さんもじゃあこれいく。はい。あ、この、あ、いいな、今いいとこまで来てるな。いいとこっすね。いいとこ来てんな。多分ちょうど5000円ぐらいじゃないですか、わからん。まあ無理やり使わなくてもいいからね。うん、じゃあちょっとこの辺にしときますか。はい、じゃあすいません、こたつ今いいもん見つけたよ。マジですか。こたつさんが多分使いそうな。え、もうこれはいるだろうっていうの見つけちゃった今。 S2 だよね。 S2 です。白でしょ。白ボディ青でしょ。青です。ありがとうございます。見てほら、カバーをクリアブルー。お、なんかまるでレーザーパーツ。ほら、いい、よかった。すいません、お会計お願いします。はい、ありがとうございます。1,320円か、これはおまけ。おまけ、ありがとうございます。はい、やった。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもいつもありがとうございます。常連なんでね。こんだけ今店内で遊んで、これ帰ってからまた遊べるからね。そうですね。そしたら2000円だよ。安いよ。組み立てるのだけでもまず、まあ、2時間、3時間ぐらいはかかるでしょ。うん、ほら、楽しみ、楽しい。買えた。いやー、結構安く収まりましたね。こんだけ入ってるからね。うん、超えるかなと思ったけど。でしょ、全然余裕。これ今か持って帰って、はい、組み立てる。次回でございます。行きましょう。次回、究極のミニ四駆第4話、シロップビートマグラムへご期待ください。じゃあ、
せる。